どうも、もきなちゃんです。今日は、Facebook で話題のカップヌードルチャーハンを作っていきたいと思います。まずこちらのカップヌードルを揚げて、こちらのズッポロックに入れていきたいと思います。あれはまっておってきませんね。おってきませんね。してこれにカットで。はい、じゃあこれやっと売れ終わりました。いや、この前バレンタインの日に僕のおばあちゃん駄菓子屋やってるんですけど、駄菓子屋で、まあ、お菓子食ってて、その僕のおばあちゃんの店に駄菓子並べる人、まあ仕入れ業者の人が来て、まあ、駄菓子食ってる僕のところに「あ、お兄ちゃん久しぶり」みたいなこと言われて「あ、久しぶりです」って話して、で「今日バレンタインデーだけどチョコとかもらってないの?」って言われて、「いや、もらってないですよ」みたいなこと言ったんですよ。でそしたら、え、そうなんだ、で彼女とかいないの?って言われてうるせえよと思ったんですけど、いや、いないですよつって、で、あ、そうなんだ、どうしようもねえなって言って、どうしようもねえなって、どういうことだ。はい、じゃあこれボコボコに砕き終わりましたんで戻していきます。はい、じゃあこれ戻し終わったんで、これに水入れて調理していきます。これチャーハンに使う卵割っていきます。チャーハンの卵割るのって運ゲーなんですよ。こうカッてやってうまくひびが入るか運ゲーなんですよね。だからカッてやってこれ運ゲーなんですよ。あー、運ゲーうまくいきましたね。もういつも失敗するんですけどね、やっぱ運ゲーなんで。で、まあなんか割れてる。まあ、チャーハン1個の人も多いと思うんですけど、なんか2個あったんで2個使います。これなんかもう割れてるんで、このまま多分いけると思いますわ。運ゲーなんでね。あーあー、やっぱ運ゲーだから。ああ。汚ね。汚な。まあ、殻入ってないんで、これ溶いていきます。この動画いるかな。はい、多分もうこれ炒め終わりましたね。これ結構いい感じですよね、色も。じゃあ盛り付けていきたいと思います。はい、中華屋の丸い感じで盛り付けたんですけど崩れたんで、まあ、このままで、では食べていきたいと思います。いただきます。パラパラではないんですけど、カップヌードルのある味が結構美味しいですね。高校生活、昼の時にほぼ毎日一人で食ってたカップヌードルの味がします。ほぼ毎日一人で、はい、完食しましたね。カップヌードルの味がしないのかなと思ってたら結構して美味しかったですね。カップヌードル好きの人は多分好きなんじゃないかなと思います。僕は下手なんで、パラパラには作れなかったんですけど、作れる人はパラパラに作れてね、もっと美味しくできると思います。じゃあ、最終評価。ダダ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 ダン。日蓮の冷凍チャーハンを買った方が美味しい。はい。じゃあ皆さんも日蓮の冷凍チャーハン買ってみてください。チェックメイト。